さ、君を包む風になる。そんなすごい人だったんですか？いや、全然
ハーバード大学の笹子医学有名でしょ。ハーバード大学の笹子学級学生。大阪のちっちゃい大学行ってました。まあそういう本当にそのあのね、これの前回のアルバムもそうなんですけれども、音源を新しくいただいてですね、どういう CD なのかなというのをチェックして聴かせていただくとですね、3曲ぐらいで寝てしまうという不思議な CD になっておりますので、ぜひとも全曲コンプリートしていただきたいなと思いますので、やっぱりそういうところが、まあ、やっぱり癒し効果があるのかなと思いますので、そのアルバムが出ましたので、はいはい、その中に僕とあの渋谷のそれぞれソロで歌わしまってて、はい、まあ、あのコーラスでも入らず、コーラスは笹子さんがそれぞれ入ってる、はい、その曲も入ってます、はい、でその曲は昨日から発売したんですが、はい、初披露が明日のアンフォードさんでもワンマンライブから、はい、ということなので、今日はちょっとまだ歌えないので、はい、インストを使わせていただいて、はい、お届けさせていただきました、はい、ということで、ただし今日ゲットしていただいてですね、事前にね、予習ができるという素晴らしい、素晴らしい、ライブで初めて聴くのもあるんですよね。あ、それはね、顔がかっこしてるけど、聴くのは明日でいい。そう、今日ご購入いただいて、はいはい、明日ライブで生で、はい、あのライブハウスのね、水間さんのライブハウスで聴いていただいた後に帰って余韻を知りに行くのがいいかなと。聞いたんでしょうね。いや、多分聞いちゃうんですね。多分聞いちゃうね。いや、聞くな。聞いちゃう、聞くな。立ったら聞くと思う。まずそこから聞くと思う。これ寝るときにこの BGM を流すとか、はい、うん、まあ、どちらでもお好みの方をね、はい、していただけたらいいかなと思います、ね、はい、はい。では、次の歌は昨日のでね、一曲ちょっとお届けさせていただこうと思います。佐々木さんが大好きな島根にたくさんある、うちの実家にも、たくさんあるんで、何個か開けようかって言ったんですけど、いらないと言われた、田んぼ開けようかって一言ないですよ、田んぼの曲を田んぼ開けようかって言われて、うんって言えないですけど、財産とかもあるから、ね、聞いてください、固定資産税ですね。欲しくなくて花火の音が
まずは田植えしていただいて、いや、まあ、じゃあ田植えしてくれたら、はい、稲がいい感じに育って、はい、稲刈りをする、はい、真ん中に 円形に稲刈ります。あ、いいのか。そこをステージにして、はいはいはい、そっからこう、はい、まずは田植えから言うとこで言うとこで見せる円形に切るってめっちゃ出てくさい。宇宙人みたいなやつね、こう、うん、綺麗なやつね。まずうちはコンバインとかいろいろあるので全然簡単です。なんとかやらなくてもいけるもんですかね。佐々木さん見るだけ派ですもんね。はい、見て見るだけ。田植えはね、腰が痛くなるから。はい、やっぱりね、はい、この農家さんはすごいな。それはもう、まあ、今はね、ほとんど機械が。AI がうちの AI はまだ。田植えに AI どうなんですか。感覚、あ、ここは何と、水の温度が何と、何とだから。いつか AI になるかもしれない。そうですね、ありますよね。でもどうせね、田植えさせていただくんであれば、昔ながらの手植えをね、体験しないと。お米って大変することができるんですよね。まあ、しないんですけども。まあ、しないですけどね。一戦待ってます。はい、情景とかはね、とても素晴らしいかなと思います。田んぼの曲大事だとか。田んぼの曲大事なんで。ね、そのためにはやっぱ植えるとこから。植える YouTube とか見ようかなと思ってたね。YouTube で何とか。それは体験することによって生まれるというわけではないと思うからね。まあ、好きにしていただいてるんですけど、僕はもう、僕は会員の外に行って聞いてるだけなので、絶対しないです。佐々木さん連れて、なんとか動画で配信、僕は配信してくるんで。僕なんか逃げる方法やってますけど、ね。僕、田植えで言うとね、レンコン取りをしてみたいなと思うんですけど。それはね、レンコン？レンコン。ハスの花の下のところの泥をふわーって水でやって、ね、水流水のね、レンコンを飛ばしたことですね。レンコンと自然薯を取りをしてみたいなと思うんですけどね。全部こう頑張ってこう元気になるやつばっばっかりいけば自然薯はね、うちの山にあるから行けるよ。いや、まあ行かないんですよ。行かないの虫とか怪我とか怖いよね。やっぱ嫌なんですけど、はい、食べるのが一番、食べる方じゃない。それでとろろご飯を食べるのが一番じゃないかなと思うんですけどね。佐々木さんが作った佐々木米で、あ、僕が作った小米ね。あ、まあ、新曲は白米とかにします。前も言ってたやつやつ。白米言ってた発音だけいいやつ。白米ね、はい、ということで今日は、エンタビーズ小木さんで18時、そして19時半。